ヤッホー皆さん、こんばんは。こんばんは。フジファブリックの山内と、ユニゾンスクエアで斉藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、1月29日金曜日8時から配信されるおなじむのボリューム2のリハをやってますね、今。はい。まあ今回は僕と斉藤くんがゲストということで、ゲストということで呼んでいただいて、なんかこう2人で絡むのもお久しぶりな感じで、ね、そうですね。なんか何やろうかというところでもうセッションを繰り広げてるわけなんですけど、繰り広げてるわけですけれども、はい、なんかコラボをねやっちゃおうじゃないかと。まあほんまやるかどうかは分かんないですけどねそうね、リハまでやっといてやんないっていうのもありやね。同じ分なっぽいよね。まあそこは見届けていただかないと。そうです。まあ今こう、まあ僕ら発表されてますけど、まだね発表されてない人もいますから。そうですね。あ、僕らはもう出るか分かんないですけどね。出るか分かんない。そうね。まあリハもやったし出ないっていうのもあるよね。そうですね。ちょっと今満足しちゃってる、ね、満足しちゃってる。かなりまあ、ギタリスト同士ボーカリスト同士盛り上がってるんですけども、絶賛チケットも発売中ということで、はい、多分僕ら出ると思いますので、まあ、出なかったら申し訳ないんですけど、はい、スペシャルゲストもいますし、はい、SMA の楽しい番組を一緒に盛り上げていけたらなと思います。それでは、1月29日、ぜひ見てください。よろしくお願いします。